はいはじめまして、えー、私森浜田松本法律事務所というところで普段はスタートアップでしたりテクノロジー関係の弁護士をしております本日はこのルールメーカーズ DAO 挑戦する人であれば誰もが挑戦できしやすい環境に、えー、自らルールを変えられるような政策でしたり法律そういったことができを変えられるようなコミュニティルールメーカーズ DAO とソーシャルセクターの方々が 今まさに変えていくべきルールーといったところについいててお話しさせていただきます。<laughs> こちら私の紹介ではあるんですけどもこの中で事業をやられていたり何かの活動をされていたりそういった方々をサポートされている方でこういった政策法律制度が不満だそういうことを思われている方ってどのくらいいらっしゃいますでしょうか かなりの数がいらっしゃいますね。ありがとうございます。え僕らはこのルールメーカーズ DAO は、そういった方々がまさに自ら変えられるような、そういう場を今 DAO というような組織、後ほど説明させていただくんですけれども、コミュニティで実現しようとしております。ルールメーカーズ DAO は、ルールメイクで日本を良くしていくコミュニティです。端的には日本のルールを変えていくことで、 日本を変化が起きやすい国そして活発化して真にすごい国にしていくというところを目指しています僕今29歳なんですけども僕らの世代でしたりそれより以降の世代というのは日本が変化をしてきたり成長をしたり何か変わるといったところを体感経済の面社会の面で体感したことがない世代ですそれもあって明日になかなか希望を持てなかったり 何か変わることを前提として行動ができなかったり閉塞感を非常に感じてしまっています一方僕も含めてなんですけれども何か思いを持って挑戦しようとする数少ない人たちが挑戦をしようとした際にルールがそれをは阻んでしまっているそういった現状がありますしかしそういったルールというのは世界の情勢でしたり 経済でしたり人の意識と違って人が考えて作ったものなので人が考えれば変えることができるとそこで僕らはそういった人が作ったルールをみんなで共同しながらいろんな人を巻き込んでルールを変えることを通じてまた日本をすごい国にしていこうというふうに考えていますこれまでのここで今説明させていただいた 僕らの問題意識というところを整理させていただきます日本の停滞の原因として一つがまさにこの挑戦者が挑戦できるルールになっていないともう一つがマインドセットというところに関して蓋がかけられ前提を覆すような大きなビジョンっていうのを描けないというところが問題だというふうに考えていますまず一つ目これはハードソフトなルールが適切に作られないというところに原因があるというふうに考えています まず一つ目が、これはただの構造的な問題なんですけれども、今、日本において政策を変えたり、法律っていうものを変えようとした際に、いろんな事業者さんがニーズでしたりとか、こういったものを欲しいしてほしいというふうな形で声を上げると思います。その際に、なかなか弁護士でしたりとか、制度が分かっているような方々が入っていかないというのもありまして、まずニーズが議員さんに届けられる。でその議員さんが、 官僚の方にこうやってしいと伝える。で、その官僚さんというのは官僚はそのニーズと離れてどちらかというと議員からの指示というようなところで制度論の中で制度を変えていくでそれぞれの人たちはそれぞれよくしようというふうにしているんですけどもそういったプロセスを踏んでいく中で伝言ゲーム的に本来、えー、変えるべき 対応すべきニーズからら離れてルールが作られててがが作しまう、そうそいったところ例えいます。で加えて今有識者会議の問題というふうに書かせていただいていますが今日本の政策でしたり法律といったところは基本的には一定の利害関係者が多いポジションを持った方々で構成されそこの中で議論がなされています。 でそういった方々というのはいろいろ本当はこういうふうになってほしいこうしたいというふうに思っていても利害関係者との関係でしたり自分たちのポジションというのもあるのでなかなかそういったところを無視した提言提案というものができないでいます。で3つ目そういったものを超えていいルールというものが考えられたとしてもそれを推し進めていくのは議員さんだったり官僚だったりするわけですが何か変化をもたらそうとするときに SNS とかでもよくありますがすぐ炎上してしてまうとそういった反対の声が多く聞こえる中においてなかなか前にルールを進めていくということが議員さんでしたり官僚もやりづらいとで結果上層部の中で反対意見が起きて潰されてしまうというのが今まで起きてしまい実際にルールが変わることで恩恵を受ける方の声でしたり ビジョンを実現できるようううなななな事業者さんのの声とといいいががかかか見えてここったというところがございます2つ目にこのソフトな面においてもいろいろなルールにおいてはいろいろな <laughs> 利害関係者ステークホルダーがいるわけですけれどもそこが一堂に会して何かを議論したりだとかひざを合わせて付き合わせて理想を考えるというような場がなくソフトな面でも、えー、ルールを 合意形成をすす。るといいうののがが難しいのが現状で,すでもう一つマインドセットに対しての負担というところでこちらは特に僕ら世代に共通するようなところではあるんですけども先ほど申し上げましたとおりなかなか日本のルールが変わらないと経済も変わっていかないとで選挙に行っても無駄というふうに僕自身も思ってしまいますしそれだけではなく何かいい提案でしたりこうあったらいいというものがあって 上ががっってきてててきもそこが実現されないといとうのを目の目当たりにしてしまっているとそうすると自分たちを取り巻く環境でしたり制度条件は変えられないということを前提に無意識の中にルールに適合するような小さな形でしたりとかルールは意識せず勝手にやるでしたりあえてルールの外でやるみたいな形で既存の条件でしたりルールを変えて大きなことをやろうというようなマインドセットに非常になりづらい。 そういった今現状が存在しますこれを変えていこうとしているのが今ルールメーカーーメカズです具体的にはこういった中心に「ドゥアーズ」というのが書かせていただいているんですけどこれは何か思いを持って行動している人たち挑戦者というふうに考えていただいて結構ですがそういった方々が自ら声を上げさらに声を上げる人たちを巻き込みいろいろな ステークホルダーを巻き込みながらその中に最初から僕ら専門家でしたりとか官僚議員さんがサポートしつつ一緒に議論しながら一つの提言を作っていくそれを今までのルールが変わっていくプロセスに乗せていくというような形にすることで先ほどの問題を変えつつ実際にルールを変えていく推進していく際にそういった行動する人たちが自分たちを 応援してくれる人たちも巻き込みながらルールを変わるのを応援するさらに変わったルールを自分たちで使うそういったプロセスに変えていこうというふうに今動いていますで具体的に今、えー、テーマ、ブッツと書いているんですけど七つ動いていまして全体を取りまとめるルールメーカーズ DAO の下に各テーマごとのコミュニティがございましてこちらにおいても、えー、ぜひ ここにいらっしゃる皆様でしたりとか、問題意識を持っていらっしゃる方が中心となって、このいろんなテーマを、グループを作って行動する、ルールを変えていくというのができるような仕組みにしております。で実際にこういったコミュニティを作っても、なかなかルール自体が実効的に変えられないのでは,ない,のではないかというのがございますが、僕らは今、このルールメイティング研究会といういろいろな議員さんでしたり、神経… 新経済連盟を中心とした事業者さんで僕ら有識者である専門家そういった方が集まるルールメーキング研究会というところとタッグを組んでおりましてそこに対してルールメーカーズ DAO として上がってきた提案を上げていったりそこに属する個人に対して直接インプットをしたりというのをしております。 <laughs> すみません、ここの DAO というものを説明し忘れていたんですけども DAO というのは、えー、事実分散型組織というところで今バズワード的にいろんなところで広まっている、えー、組織形態なんですけども端的には何かの思いを持って、えー、代表がなくビジョンでしたり理想理念というものがある組織でそれぞれの人たちがそれぞれ持てる役割を果たしていくそういった個人で構成された コミュニティを指しますで、まあそういった代表のいない形でコミュニティを作ってルールを変えていくというのがここでやろうとしていることになりますしかしここで記載させていただいてるんですけどもこの中心となる Doers 挑戦者の方がルールが変わるというふうに思っていないというのもありましてなかなか、えー、このルールを変える動きにつながっていかないというところでぜひここにいらっしゃる方でしたり身の回りの 方にぜひこの動きに乗って行ってもらい、まずは声を上げるというところから、僕らに対して声を上げていただければ、一緒にルールを変えていくということができるので、そこに参画まずはしていただきたいなというふうに思っております。実際の実績としまして、スピーディな政策提言と政策化の実現というところで、こちら代表の。 当期当規模に代表の住所が載ってしまっているというような件でしたりこのデジタルノマドビザというのは海外の企業家の方でしたり投資家の方フリーランスの方が日本でワーケーションをできるようなそういうビザがないというところで両方3ヶ月程度でで決定まま至りました最後にプロジェクトの中の一つで皆様にも共通するようなトピックで情報共有させていただきたいなというふうに思っています。 こちらソーシャルセクターの方が社会実装を志そうとしたときに必要なエコシステムがないというところです。具体的には今ソーシャルインパクトインパクトスタートアップでしたりスタートアップといったところが非常に盛り上がっているんですけどもなかなかこの資本主義の中だとお金になりづらいような受益者費負担の領域をやられている特に人でやる必要があるような領域をやられている方を支援していくような 仕組みといいうのが非常に不足しているとで具体的にどう不足しているのかというところではこういったソーシャルセクターの方が社会自分たちが思っている理想でしたり思いノウハウを社会実装しようと思ったときにスタートアップと同じようにこういったライフステージというものが存在するにもかかわらずそこが意識されたような支援というものがなかなかなされていないと。 具体的には、えー、スタートアップ同様一番最初の時期というのは何かの事業をただやるではなく自分たちの仮説を持って、えー、実証実験をしながら仮説検証をしながら仮説を組み立ててその実績を積むでその上でスタートアップと違うところが、えー、このステークホルダーアセットキャッシュポイントというところで事業を多角化していろいろな方と一緒に事業をやる資金源もいろいろなところから持ってくる。で自分たちの、 持ってていいるノウハウハでししたり人を多様化していくそれを有機的につなげることで自分たちの目的に合わせた信用というものを想像していくそういうことをすることで成し遂げたいいい社会ととうものを作っていくことができますしかし大変ちょっとビジーなスライドになってしまっているんですけども一番最初の段階でこういったフェーズというものを意識した支援というところがないがために 立ち上げ期から成長に至るまでの間の資金調達っていうものが非常に困難でしたりそこに対して僕らは助走金というような形で助走できるような事業に対してというよりは組織に対しての支援がなされるような形で次に成長期においては戦略っていうものを練るといったところがまだ根付いていないところもあり戦略を立てていくことのサポートが足りないと。で加えて そもそものキャッシュポイントとなるような資金源がそもそも選択肢として足りないというようなところもありそこを多様化していく必要があるというところで今提言の準備をしております。でこちらが具体的な支援策というところなんですけども理想としましてはそういった資本主義の中で回っていくような領域となかなかお金にはならないけども 社社会会にととっって必要といった社会的な領域それぞれが合理的自律的にエコシステムを形成してそれぞれが互いにここでは税金を返したやり取りだけではなくそうじゃない別の在り方での循環が起きるようなそこでのエコシステムを作っていこうというふうにしています。そして僕らが考えているのはこういった、えー、新しい資本主義というものを作り出して日本で実証実験をしてこれを世界に対して広めていく。 さらにはこのルールメーカーズダウのあり方自体が新しい民主主義というような形で民間側からいろいろな政策ルールを作っていくそういったモデルとして世界に発信していこうというふうにしていますぜひ、えー、いろいろな形で情報発信もしていますしここにいらっしゃる方々先ほども申し上げました通り いろいろな声を上げていただきたいなというふうに思うと同時にサポートされている方は先ほどのソーシャルセクターの新しいエコシステムといったところにそれを作っていくためにそれのご協力をいただければなというふうに思っております。